マクドナルドでバイトしているんですが、よく外人さんも訪れます。すっかり外人さんの注文を取るのにも慣れたんですが、本日ご来店なさった欧米人らしい外人さんに愕然。鼻やら舌やらにピアス開けて、首にはメデューサとおぼしきタトゥー。ちらっと見えた手首にも何か描いてあるかよくわからないですが、確実にタトゥー。筋肉もりもり、どこのシュワルツネッガーだよ、みたいなムキムキマッチョマンでした。外人版 DQN か。傭兵でもやってたのか。と内心身構え、ものすごい怯えつつ、お客様なので笑って応対。欧米系外人さんは、大抵 LL セット、ポテトドリンク山盛りを買っていかれるんですが、そのタトゥーさんも、ビッグマックの L と注文仕掛け。ふと、メニューのハッピーセットに目を移し、おもちゃのプラレールを見て、はっ。という顔に、ビッグマックなしで、やっぱりハッピーセットくださいとニコニコ。何か怖いのが吹き飛びました。ハッピーセットの注文を取り終えた後、親子連れのお客様が来店。お父さんが注文したのは、自分用のセットと、子供用ハッピーセット。ただ、ハッピーセット付属おもちゃのプラレールは、外人さんの分で在庫終了。説明すると、お父さん、あらー。たーくん、プラレール売り切れちゃったんだって。子供、やだー。プラレール、買ってくれるって言った。ものすごく嬉しそうだった子供が途端にぐずり出して、そのうち涙目に。カウンターの上にある大きなハッピーセットの看板を指さして、プラレール、プラレール、って、ところどころ声裏返りながら大泣き。それを見て事態を察した外人さん、商品が揃うの街で隣に並んでいたが私に、これは、もう僕が取ってもいいのかな?と、トレーの上に置いたプラレールを指さして聞いてきました。どうぞ、ちなみに、外人さんとの会話は英語と言うと、彼は、プラレールのおもちゃを取って子供にプレゼントフォーユー、と差し出しました。ポカーンとする親子。私も、とっさに何も言えず、ポカーン。はっと我に返ったお父さん、ありがとうございます。ほら、お兄ちゃんがくれるって。子供も、見た目が、ごつい外人さんにびくついていたようでしたが、恐る恐る受け取って、ありがとう。昨日泣いたカラスが、もう笑ったというか、満面の笑みでした。それを見て、外人さんが子供の頭なでなで、取り揃えが終わったハッピーセットのおもちゃなしのトレイを持って、満足そうに客席に行かれました。非常に和んだので、記念書き子。長文失礼しました。